はい、それではランノート今日もスタートさせていただきます。よろしくお願いします。お、はい、よあ、そうですね、フレッシュの方でもパチパチパチがしてますね。まずじゃあ、眼ノートの紹介をさせてください。眼ノートはですね、眼経験者による眼患者のためのインタビュー生放送番組でございまして、はい、まあ、ゲストと、まあ、眼に関してあることないことを話してないことも、あのぶっちゃけトークで話していこうと思います。医療情報に関してはお医者さんに聞いていただければと思いますし、僕たちの情報というのはどちらかというと患者側の情報ですね。お金どうしたのとか、お仕事どうしたのとか、今後どうやって、まあ、生きていくのとか、そういったですね、患者側の情報をリアルタイムにこうやって配信させていただいて、ですね、やっぱそういった情報っていうのがセンシティブな情報、一歩踏み込んだ情報っていうのが今の日本には少ないなということと、なのでそこに関しては一歩踏み込んだ患者情報をこうトークを繰り広げながらお伝えできればと思いますし、ネガティブな情報や偏見っていうんですね、ものに関してはやっぱりリアルなロールモデル、ゲストに来ていただいてそのロールモデルをちょっと提示できればなと思いますし、孤独に関してはやっぱりこうやってリアルにつながる、リアルタイムにつながる、今東京で配信しているんですけれども、いろんな全国各地の人と場所は違うけれども時間を共有できたらなと思って生放送で配信させていただいております。はい、まあ、こういったものがガンノートでございまして、まあはい、皆さんの支援でも成り立っているものになるので、ぜひご支援もお願いいたします。はい、それでは僕の自己紹介の方移っていきたいと思うんですけれども、はい、キシリトールと申しまして、まあ、二次元上ではですね、まあ、岸田トールなんでキシリトールという形で活動しています。で、肺細胞腫瘍の、サバイバーで5年前に、なりました。で、3年前に再発し、今は摘出して、経過観察中です。当時はステージ 3B でございました。はい、今はガンノートの代表もしています。で、今回のですね、はい、ゲスト西村さんをお呼びしておりますので、西村さんのちょっと自己紹介をちょっとさっとお願いできますでしょうか。はい、西村正文と言います。2年半ぐらい前に胃がんに罹患をしまして、まあ、早期ということだったんですけども、ポリープの部位がちょっと悪いために全摘という形になりました。で、まあ、ステージ、まあ、一応1ということで、なってますけども、実際には正確には言われたことがなくて、まあ、放射線も外科療法だけで済んでいるので、まあ、1だろうということ で、はい、で今はもうそれだけで、治療というものは全部終わってますので、一応寛解かなと。で、3ヶ月に1回、経過観察で通っているという状態です。はい、はい、ありがとうございます。それが、西村さんの、略歴にはなるんですけれども、はい、今日マーシーさんとお呼びしても大丈夫ですか。はい、はい、いつもニックネームマーシーさんですよね。なんかそういうことになってますね。はい、マーシーさんとお呼びさせていただければと思います。そう、正文より前、これは 字の通りに行くとね、マーシー、はい、の方がなんか読みやすいようなんで、はい、まあ、そうですね、西村っていうのは正文なんですけどね。本名文か、そっかそっか、本名は、はい、魂で、知ってる人みんなへーお友達みんな実はまさしって呼んでたかもしれないです。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日はちょっとマーシーさんの胃がんの経験についてちょっと繰り広げていきたいと思うんですけど、はい、まず発覚宣告といったところで、マーシーさんがどうやって胃がんが発覚してどう宣告されてきたのかというところまでちょっとお願いできますでしょうか。はい、はい、2015年の7月にの頭にこう、まあ、職場の健康診断をしまして、それで、まあ、その結果がね、まあ、職場なので、うん、自宅の方に郵送されてきたのかな、職場の方かな、うん、どっちかに郵送されてきて、まあ、開けてみたらちょっと要なんていうの、精密検査っていうところにちょっとチェックが入ってまして、そこで
ちょっと行かなくちゃいけないなということで、行ってで、まあ、あの大腸にもポリープがあったので、それが毎年8月頃のカメラを見て、その状態を見てたので、まあ、その時期に合わせて、一緒に先生に見てもらったら、あのこの状態だったらじゃあカメラをしましょうということで、まあ、大腸のポリープとね、あの別に、予約を取ってそこで、はい、ちょっと悪いものがあるみたいなことをちょっと言われたということです。ありがとうございます。まずで、あの書いてきていただいたこちらを見ながらちょっと改めて説明させていただきたいんですけど、まず2015年、今が3年前ぐらい、2018年、はい、2年半ぐらい前か、そうですね、に、健康診断を受けましたと、うん、でこの時に尿検査となったということなんですけれども、うん、尿検査って血液の値が悪かったとか、ね、この時はあのバリウムで、おお、はあはあ、ありますよね、はい、バリウムでレントゲン取られて、あれで何かあるかもになったんですか。そうです。で尿検査になって、はい、でそこから、まあ、近くのクリニックに行ったんですか。ね、その尿検査ってなったらどういう病院に行くんですか、尿検査ってなった人って。あ、その時はね、まあ、大腸ポリープのところもあったので、うん、同じ病院で、うん、健康診断を受けました。あ、同じその健康診断を受けたところと同じ病院で、そうそうそう、もうそのまま、そうそうそう、あの大腸ポリープもあったので、それをあのと同じところでじゃあ、うん、受けといた方が今後のためにいいだろうということで、うん、あ、じゃあもうそこ合わせて大腸カメラもして、はい、で大腸カメラをしてその時は何も、あ、ポリープだけだった。そう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 、もうちっちゃいのがありますよっていうことだけだったので、まああのある程度大きさになるまで待ってから撮りましょうと、うんうんうん、了解です。え、じゃあその時はある程度になるまで撮りましょうってなってたので、自分ではその時は取らなかった、はい、じゃ 今は大腸の方はあの昨年取りました。昨年取った、あの5年ぐらい温めてもうそろそろ収穫時期だということでそれ取った、そう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 、まあ、その時はじゃ大丈夫だったと、はい、で胃がんのカメラの、はい、9月にその1ヶ月後、はい、9月に胃カメラとなっているかと思うんですけれども、はい、うん、ここは大腸が終わって、うん、胃カメラもやりましょうと。だからその最初の、ね、あ、検査だから、検査をしましょうというと、検査結果だから、そうそうそう、やって、でその時見つかったってことですよね。そうですね、はい、どんな感じで言われたんですか、先生から。もうここにちょっとちっちゃく書いたんですけど、まあ回復だねっていうような感じで、うん、あのはっきりとは言われてなかったような記憶なんですよね、はい、回復だね、回復しましょうみたいな感じで、え、それでえって思ったんだけども、うんうん、で話を聞いたところ、まあ、あの良くないものがあるからあの、うん、もうちょっと調べてから、まあ、多分取ることになりますよっていうような感じで。え、胃カメラの検査をしているときは意識はある、うん、あった、はい、はい、意識は、まあ、あって、はい、でそれを見ながら先生が胃カメラをこうやってる時に、あ、回復だねって言われて、その時じゃなくてね、あ、その時じゃなくて、それを検査して終わった時に、終わって検査結果を伝えられる時に、そうです、まず一言回復だねと言われたと。もう入ってったらこれは回復だねっていうような感じで、あ、そんなにダメなのみたいなあ、まずはダメなのっていう意識はあった。あの意識としては、うん、まあね、腹腔鏡みたいななんかそういうものでできないかなっては思ったんだけども、うん、ちょっとね、ちょっと回復となるとちょっと段階がちょっと違うかなというイメージはあったんですけども、あ、じゃあもうまずすぐ回復だねって言われて、あ、うん、ちょっとやばいものかもしれないと。そう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 、だけどイメージとしては、うん、この先いいのかな、この先、はい、落ち込みは全然なかったです。ほう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 、うんうん、落ち込まなかった、その宣告されても、それは全然なかったね、未だにないっていうのが。大丈夫ですか、現実見えてますか未
未だにね、そのね、怖いとかね、なんとか落ち込んだとかっていう、そういうアルゴリズムに行ったことがなかったね。アルゴリズムには行かなくていいと思います。いや、うちはね、父親が、多分回復手術を6、7回してるんですよ。で、それが全部別の手術で、それが全て1回で終わってるので、手術ってすれば終わるもんだっていうなんか意識があるのね、だからなんか怖くないっていうか、ほう、じゃあそういうバックグラウンドがあったから、ある意味だからそういう成功例が身近にあったので、全くそういうのはなくて、逆にこの先仕事の部分が出てくるんですけど、私は介護の仕事をしてたので、介護をしてる仕事の中で、利用者さんが、ね、利用者さんってなんかやっぱ身体的にもなんか精神的にもなんかちょっと健常な人たちでも弱い部分を持ってる方がほとんどなので、その方たちの方のことをね、結構ね、知ったかぶりしてね、こういう方がいいですよとかね、なんかそういう目線で見てた部分があった、でそれはね、ある利用者さんにまあね、言われたのは、やっぱり私たちもね、こうヘルパーさんと来てもらうにあたってはいろいろ演じてるんですよっていうのも聞いたことがあったので、だからそういうふうに少し歩み寄れたかなっていう、なんかそういうなんか嬉しくはないけどもなんかそっちの側にちょっと近づけたっていうなんか、ものがあったので、これちょっと締めたのかなっていうのは、はい、ありました。逆に患者側にね、そうこうなって、まあ、ちょっとそういう経験、違う立場に立てたと、そう目線が変わってね、そっちに近づけた、気持ちが近づけるかなっていうのが、ありがとうございます。まあ、じゃあそこから、じゃあそう宣告受けました、じゃああまりそのへこまなかったっていうことだと思いますけれども、じゃあここからね、治療に入っていくかと思います、はい、西村さん頑張れって。いや頑張れドキドキ。ヨネさんから来てますね、はい、はい、じゃあ、治療のことっていったところで、はい、僕も告知の時はさあいよいよか治療が始まるぞという感じであまり落ち込まなかったですね、と、宣告のショックはされてなかったんですね、っていうことをいただきました。じゃあ治療といったところで、はい、10月に全摘しましょうと言われたんですかね、はい、一応もうちょっとこの胃カメラの後の、精密検査、ね、どのぐらい浸潤してるとかって、なんかそのあたりをこう調べたりするんで、やった後全摘しましょうと、やっぱりこの時もね、やっぱり全摘、一応早期だとは言われてたんですけど、早期で全摘っていう意味が分からなくて、意味分かんないです ね早期だったらなんか上半分だけとか下半分だけとか、うちの先生はあんまり このあたりはご説明がお上手ではない方なようなので、その意味を今度はだから自分でこの根拠を探さなきゃいけないみたいな部分があったことは確かなんですよね。自分でその意図を解釈しないといけない。そう解釈しないで、それをだから探さなきゃいけないっていうか、なんでなんだろうっていうことで、一応簡単にはね、部位の関係でというような胃の、私の場合は胃の入り口あたりだったので、ここだとどうしても裏のあたりのやっぱリンパの覚醒とかと関係とかとか、なんかやっぱ食道の方の関係とかもあるようなんで、っていうのもこのまま詳しい説明なく自分で調べた結果なんで嘘言ってるかもしれないんですけど、まあそんな感じでした。まあそれで全摘しましょうということで、まあなるんだと思って、そこから10月27日に入院すると、68キロって書いてるんですか、なんかこれは意味があるんですか。これからね、体重の減りが始まるんですよ。ぐーんとどんどん減っていくので、はい、じゃあその後どんと11月2日に手術、はい、あれ結構すぐ手術できたんですね。なんかそんなに手術結構待たされるイメージとかもあるんですけど、まあでもこの時点で もう入院してるからか、そうかもう手術のための入院だから、でもこの日っていうのはもう忘れられない日で、
はい、私はあのヘビーメタルが好きなのでヘビーメタルのライブがこの日にあったんですよ。ちゃんとチケット持ってたのに行けなかったっていうんでちなみに何のライブですか、ヘビーメタルの、はい、あのホワイトスネークっていうのがね来日してたんですけどね、はい、お余計なことです。いやホワイトスネーク派の人たちにはすごく、はい、ありがとうございます。でそこの手術を受けて、はい、でその23日20日間ぐらいは入院してたってことですかね。そうですね、うん、はい、でこれはね要するに、うん、の胃袋を取ってしまったので、栄養が取れないと退院できませんよという意味だったんですよね。自分で食事を取ってそう要するに栄養がちゃんと吸収されてそれで 一応こう外に出られるというか解放されるので私は全く食べれなかったので、はい、そっか、それがようやく食べれるようになったのが20日間後。そうあの1人前のね3分の1ぐらいかな食べれるようになったからまあ退院してもいいだろうと。その間に体重が68キロから61キロに減っていったという感じですかね。自分では精一杯食べてんのに減っていくとこの恐怖はい、それが、まあ、退院ができて今は3ヶ月ごとに経過観察中ということですね、はい、うん、あの、はい、あのホワイトスネーク聞いてましたっていうね、あの両親さんもいらっしゃったりとか、はい、で早期で全摘と言われてすぐに納得できたんでしょうか。あ、納得できなかったですね、うん、だからここは結構ちょっと詰め寄ったっていうか、あ、詰めた先生をそこまではしなかったけども、はい、やっぱり意味が分からなかったので、どう納得し、どう言ったんですか先生に。いや、もうちょっとなんとかなりませんか、残せませんかとかっていうことでは言ったと、はい、そしたら先生はまあ、あの年齢の関係もあるのでこれからの余生じゃないな、これからの人生をどう歩んでいくかっていうことを考えると、うん、まあ、あのこの方がいいだろうということで、あの細かい話は覚えてないんだけど、もう2年半前ですしね、はい、まあ、けどそうなんかより詳細な話をされるというよりは、うん、なんかちょっとばっくりしたそうあのこうしましょうとかね、こうしませんかまではいかないですもんね、こうしましょうというような感じでお話をされていました。あ、はい、でも仕方ないなみたいな、うん、自分の余生もう考えて、そうだからこれに対してもやっぱり自分で根拠を探さなきゃいけないような、感じだったんですね、はい、ありがとうございます。まあ、その手術の仕方はもう普通に回復して、そうですね、取って、はい、一般的な手術だったと、うん、あの誰もが想像する手術、うんうんうん、了解です。でその後じゃ手術して、うん、でそのままあのご飯が食べれるようになって退院するのが20日間ってあったじゃないですか、はい、その20日間まではどんな感じで経過していきました。最初は多分おさゆだったりとか、そう、あのカップ一杯にあの米粒が10粒ぐらい入ってるような、あ、ですよねそうだけどこれの塩味がものすごく美味しかったっていうのは記憶が、カップの塩味、そう味がするってこんなに感動することなんだなっていうのは覚えてますね。わかる、あのご飯ね食べれるようになった時の味があるものが入った、わかる、この舌の感覚がすごかったっていうのはね、はい、塩ってこんなにね美味しいんだっていうね。それを食べれたのはどれぐらいの時ですか、手術してから多分5日目ぐらい5日目ぐらい、はい、でもそれまでずっと点滴ですよね。そうですね、点滴してでそこから、まあ、ゼロ分がゆぐらいからもうだんだん、増えていって結構ね、そうポンポンっていって、すぐあの普通ご飯にはなった、うん、3日目ぐらいで普通ご飯に行ったんだけども、そっからが食べれなくて、食べれないなんでって、まあこの胃がないから、あ、はい、そう、このあ、もうこのあと多分ね、いろいろ出てくると思うんだけど、後遺症みたいな感じで、うん、まあ、簡単にさらっと簡単に言うとね、
あのここに正直者だけが見えるフラスコがあるとします。透明なフラスコがあるとします。唐突な、ね、はい、で通常健常の方たちは、はい、食べたものがこうシューッと落ちていって、うん、フラスコに落ちると、うん、分かりますよね。分かります。そうするとあの食道に当たる部分は口のところは空洞だと。で私の場合はあのこのホースしかないわけよね。そうすると食べたものと一緒に空気を飲み込んでんですよ。それが、ラジオで聞いた先生が言ってた話では食べ物と同量から3倍のものが空気が入ると。そうすると私の場合は食べたものとその空気、ね、がこうどん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 押し込まれていっちゃって空気がどん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 こう溜まっていっちゃうんでどっかでこうその3センチの食道の中で入れ替わんないと落ちていかないというのがあって。はあ、空気、空気の、え、なんか意味的に分かりました。意味的には分かりました。皆さん、あ、皆さん、うんって。そうそうそう、はい、これ、そうですね、これプラスあのね他の医療を切った人でちょっと話を聞いたんだけども、うん、私はあのこれ唾液出ますよね普通に、うんうん、この唾液がものすごく濃い唾液が出てきて、ほう、あのスライムみたいな唾液が出てきたんですよ。ほう、ベトベトっていうか、おお、それがまたその一緒に入飲み込んでいくとそれが中で今度食道の中でこうぐちゃぐちゃになっちゃってもう入らないってなっちゃう。あ、もうなんかそこでなんかもうそう、あのどんどん蓋しちゃうし、蓋しちゃうし、うん、物は落ちていかないし、でちょっとこれが大変でね。それが大変だから、そこ、それがちゃんとなるまでって言い方変ですけど、うん、なるまでにこう 20日間、まあ、あの、まあ、なんとか、そう、なんとか、なんとかなるまで。で、あのその病院はあのみんな食堂で食べてたんですよね、食事を。そうするとそこで私だからそのゲップを出すとかっていうのを音がするでしょ、うん、上って、うん、だからなんとなくそこを我慢しちゃってた部分があってね、それで食べれないね食べれないねっていうことでこうどん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 プレッシャーになってって、である時じゃああの自分の部屋で戻ってそこで一人ホソホソ食べてたのね、うんうん、そしたらね食べれるんですよ。量が急に倍になって、そこでは自分の空間だから、うん、おえってやろうが何しようが、うん、まあ多少外に聞こえてもねっていうのがあって、うん、で食べてるうちにあこの唾液はやっぱり飲み込んじゃダメなんだっていうのを気がついて、はあ、捨てるようにしたよね。そしたらね、うん、途端に結構増えて、ほう、そしたら退院っていう話が。あー、そうだったんですね、はい、うん、そうなんや、濃い唾液は飲み込んじゃダメという、そう初めて。なんかスライムみたいな唾液が出てきて、フラスコも見えないって言われても正直者しか見えない、はい、ありがとうございます。まあ、じゃあそういう風な形で退院していったという形かと思うので、その時の写真がいただいてますので、はい、あの行きますね、写真ドン、はい、はい、これがあの罹患前ね、罹患前の写真ですね、うん、この緑色のエプロンしてるのは、はい、あのその介護のお仕事をしてた、まあ、そうです、あの一応ね、これ、ね、よく見るとね、これトトロがついてるんだけど、よく見るとですね、それは完全にトトロがついててちょっとかわいいよね、お腹のところの白いやつはトトロってことですかね。そうです、はい、うん、なんか トトロの森のあの危機になるっていうんでちょっと買ってみた。え？じゃあね、マーシーさんの危機になるの？そう、トトロの森の危機になるっていうエプロンを買ってみたという、ちょっと試作をしたところです。はい、で、これが、まあ、あの当時働いた時で、右側は、はい、あの
お風呂場で撮るとね、あの水面がね、うん、あのレフ板になってね、綺麗に映るのでそういうちょっとちょっとやってみた。そういうヒントなんですね。そうで ちなみにで、あのこの写真を私 あのマイナンバーのカードの写真にしたんですよ、うん、で実際はもうちょっとね、あの胸の方までこう見えるようなのを送ったんですけど、うん、あの顔だけにトリミングされたのでちょっと裸がまずかったかな でしょうね。もう完全にいたの完全にちょっと、うん、いや、あの元気な時の写真をいつまでもちょっと残したいかなっていうのは多分ね、担当者もあまり見たくなかったんでしょうね。まあこれがまああのそのね、罹患前の時に写真と、はいはい、で罹患中、がんになっている時の写真、うん、こちらになります、ドン、はい、またお風呂があります。これが一番多分痩せてる頃で、お、体重の減りが、1年1ヶ月ぐらい、うん、最終的にどれぐらいになったんですか。60最初8キロまであったのがあったのが、53キロ、はい、結構いきましたね、うん、53キロ今日は食べたぞって思ってんのに、うん、体重計に乗ると減ってるっていうのがやっぱりね、これは恐怖。そうなんですね、うん、それは結構確かに。これ左側は何の時、何撮ったこれはね、日テレさん のなんだっけ、世界がんデーの時のになんかちょっとイベントがあるので、うん、これはプロのカメラマンさんが撮ってくれた。ああ、そうなんですね、うん、の時の写真、まあ、あのそうです。じゃあそれってもう2016年のあれですか、あの 17年の1月、あ、17年の1月か、1月ですね、分かりました、うん、はい、で、今のこれが53キロまで下がった時の写真で、はい、マイナス15キロすごいってコメントきてますね、うん、その後こうなります。20センチ背の低いお袋と体重一緒なんだ。そうですよね、53キロ。あ、けどそう思った、僕も53キロ、え、僕も53、いや、52、3、49まで行ったのか、僕も。49か、あ、ちょっと曖昧やな、そこらへん。ちょっと、49か50、うん、全あの1、2、3、うん、行きます、ね。で、この体重だって、いっぱい食べて、それでお風呂入る前だったから、多分ね、便も尿もいっぱい溜めて、この体重だから。そっか。うん、で、実際も51、2キロかもしれないということですね。はい、それが今や。こうなりました、ドン、はい、毛が増えてた毛が増え毛が増えました、はい、おかしいな、ちょっとあのやっぱりちょっとこう患者会の企画とかでちょっとこう写真ウィッグを撮ってみようみたいな、つけてみようみたいなウィッグをつけてみようですよね。大丈夫ですよね、これ地毛ですよね。こういうあのウィッグはないから、そう、あのウィッグつけてみたら楽しくて、うん、ちょっと、はい、それつけてみた時の写真ですがね、はい、うん、でこの右側は、右側は割とこれは最近で、最近のお風呂、はい、これあのね、やっぱり一番減った時は、うん、あの急激に減るので、うん、この皮が肉っていうか、この皮が垂れ下がってくるのね。あ、で皮の皮が要するにブルドッグ状態になってて、うん、だから余計にお風呂で撮ったんだけども、あ、うん、これだからまだこの写真はまだいい方、うん、まだいい方、うん、まだブルドッグの中でもいい方。そうそうそう、あの、うん、もっとね、うん、垂れ下がって自分で、あ、今まで落ち込んだことないって言ったけども、うん、この顔だけは自分であんまり見たくなかったのね。ちょっと垂れ下がっちゃう。そう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 、カレーじゃなくて。そうそうそう、そうだ、こう、うん、シワはしょうがないけど、うんうん、そっか、ウィッグいけてるってコメントも来てますね、うん、いいでしょ、はい、こうやって
じゃあちょっとビフォーアフターちょっとね、あの3連ちゃんでさっきの見ていいですか。はい、あのもう僕は、お風呂しか見ないですよ。これが罹患前、うん、罹患後、ああ確かに髪の毛が薄くなってる、ね、うん、でこれでこれがこう、うん、おおほほほほほ、なんかはい、でまあね、さっきあの 体重でこう退院するとき、はい、やっぱりこう一番びっくり、退院するときびっくりしたのが、うん、自分でこうね、退院するときは7キロ痩せてたわけですよね。だけどこのとき一番自分で衝撃を受けたのが、ズボンがゆるゆるだと、ジーパンゆるゆるで、あの靴、スニーカーが重くて歩くときにちょっと突っかかるような感じがあって、あ、やべえ、こんなに体力落ちてんだっていうのは。で、ね、結果的に、ウエストはジーパン3サイズ小さくなったんで、うん、ウエスト8センチぐらいマイナスになったと、なったマイナス8センチぐらい、ジーパン全部買い直しですよね。そう、あのやっぱり胃だったりとか、その消化管を、ね、うん、の経験者って大体やっぱ食べれなくなっちゃって、うん、で服のね、うん、サイズも変えたりだとか、うん、スーツがゆるゆるなるとかいっぱいありますもんね。はい、体重が減ると体力もかなり落ちるんですかってコメントが、はい、退院してすぐ、うん、やっぱりね、下界外に出れたっていうことで、下界っていう、まあけど分かる、言いたいことはないよ、ね、外に出れた喜びっていうので、うん、ね、まあ、うん、本屋さん行って立ち読みしようと思ったら、うん、本が重くて立ち読みできないっていう、あ、え、雑誌がこんな重いのって、うん、肩が痛いしね、うん、これはちょっとあったとショックでしたね、うん、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと次の話題に行きたいと思うんですけれども、うん、マーシーさんのご家族、うん、はい、まずマーシーさん今は独身で良かったですかね。はい、はい、まして今独身ですと、うん、じゃあこの癌になった時にも独身ですよね。そうですですよね、癌、はい、になった時独身で、じゃあご家族に連絡する時どうしましたか。癌、うん、になったというのを連絡、だからあの先ほど言ったように、うん、あの父親の病気があったので、うんうん、非常に言いやすかった、カミングアウトしやすかった、うん、親父がねこんな病気いっぱいしてたから、うんうん、割と、でもねやっぱりね、うん、がんっていう言葉は使えなかったですけどね、うん、使わなかったんですね、がんという言葉。一応ね、あの取んなきゃいけないって、あの胃を取んなきゃいけないと、そうそう、胃を取んなきゃいけないって、あので、まあ回復しなきゃダメだって言ってるよっていうことで、まあさらっと、でまあ実際にね、あの全摘っていう形になった時にはやっぱり、あ、やっぱりあの悪いものだったから、あの全部取ることになりましたっていうことは伝えたと、うん、それに対してそのご両親だったりだとか、うん、ご兄弟はいらっしゃる、あ、今、はい、よいしょ、じゃあそのご兄弟とかからの連絡とか、そう、あの父はあのちょっと 2,3 年前にあの亡くなってたので、うんうん、で母親にはそういう形で告げたところ、まあ2回目にね、悪いから全摘になったよって言った時はね、うん、あ、そうだったの、じゃあ、がんだったのねって言われたから、最初の時気がつかなかったのかいって思ったんだけど、やっぱりちゃんと伝えないと分かんないかなっていうのはちょっと反省しましたけど、確かに胃を取るだけで、そのやっぱ患者とかね、周りにいない、周りっていうか、なんかもうそういう察しないと難しいですよね、うんうん、あ、いや、で一応、はい、まあ弟と妹には、うん、あの家族がいるので、そちらには一応連絡して、うん、はい、一応まあ葬儀だからね、やっぱりあの弟妹もその父親の状況を知ってるので、うん、割とこうさらっと受けてくれたかな、受けてくれたっていう感じですか、うんうん、ああ良かったです、まあ、じゃあ家族からの支援的なものってありました、なんかあの病院
付き添ってくれたりやとか、基本的には、だから要するに退院後の食事のことが一番心配だったんですけど、まあ、以前の経験があるから大丈夫だろうと思って高をくくってたら、あのお袋はそんな昔のこと忘れちゃったわよって言われて、あのね、どんなものがいいとか消化のいいものとかね、どんなもの吸収がいいとか、なんかこういろいろ食べやすいとかいろいろあったんだけども、全部忘れちゃったって言われて、まあでも、あ、じゃあその時実家に戻った、あ、私はあの母と二人暮らしなので。ああ、そうなんですね。そう、じゃあそこそれはちょっと意味が違う、意味が違う、はい、まあそのお二人で、まあそれであのお母様がまあご飯とかを準備してくださって、未だにそれが続いてます。未だに続いてます。ということで、何かあのこうしてほしかったなっていうのはありますか、逆に。家族にはね、全然ないですね。ない、はい、ありがとうございます。ホワイトスネークスコメントが、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、マーシーさんの恋愛結婚、はい、お、じゃあちょっと、ね、独身なんですけどね、なんかこう、お、え、お、ほんまよ、え、ちょちょちょ、よくわかりません、今シリーさんがちょっとすいません、よくわかりませんっていう、あの私のアップルウォッチさんのシリーさんが答えてしまいました、ごめんなさい。さすがだね、持ってるね。いやいや、本当だよ。こっち、はい、あ、ごめんごめん、はい、なんでだろう、不思議だな、はい、え、ちょっと待って、な、え、ちょっと普通にこれ、はい、あ、ちなみに、ほらほらほら、よく見えるかな、よく見えるかな、こんだけ痩せました。え、こんだけ痩せましたってことは、え、ちょっと待ってください、え、闘病当時はいなかったんですよね。ん、いました。あと、いたのね。そうそうそう、最初からいました。あ、じゃあ、あの、え、フィアンセじゃない、まあ、まあ、そこそこ長く付き添ってらっしゃる、はい、ガールフレンド、ガールフレンドがいました。いましたね、います。で、結婚おめでとうございますって言われて、してないの、独身なんだけど独身なんだけど、まあ、相手の方 はあのお子さんがいて、で、まあ、相手 あのご主人を、うん、あの私と同じ胃がんで亡くしてるんですよね。なのに、うん、私がちょっと同じ種類の病気になってしまったということで、ちょっとそこはすまないなって気はするんだけども、うん、え、じゃあ胃がんで亡くされ、奥様って言い方変ですよね、あの彼女さんは、旦那さんを胃がんで亡くされてます、はい、でその後にお付き合いをして、でその後に胃がんになったんですか、うん、あ、そうなんですね。え、ありがとう、まとめてくれて。いや分かりがった、ね、え、奥さんは、じゃあ結構ショック受けるんじゃないですか、胃がんって分かった時に、ね、奥さんじゃないですね、彼女さんは。そうそう、だよね、うん、え、それこそどう告知したんですか、奥さんじゃない、彼女さんに。まあ、分かる、その時はね、はい、いや、あその時はメールでしたか電話でしたか、それはまあちゃんとあの葬儀だったので、うん、それはちゃんと伝えました。で、どうでした、彼女さんからの返答というか、まあ、割と落ち着いて、大丈夫だよっていう感じで私も言ってあったので、割と落ち着いて対応してくださったという形。じゃあ、 あの入院中はその彼女さんがお見舞いに来てくれて、サポートしてくれてと、いうことなんですね、はい、まあね、そんな家族みたいにね、しょっちゅう来るわけいかないけども、週一のお休みとか次には必ず来てくれてたので、あ、じゃあ今、あ、その彼女さんとご一緒には住んでないですよね、はい、今もあのお母様と住んでるとおっしゃってましたもんね、はい、ね、彼女は元
旦那さん の,、うん、とあの親と同居をされてたのでいきなりそこもね切るわけにいかないでしょ。確かにそこは、うん、そういろんなそうですね、そうそうそう、そこはそっか、うん、そういう家庭の事情があって、うん、はい。日テレ系のキャンペーン動画に出られていた方ですかって。ありがとうございます。はい、そうです。あざーす。はい、まだってこう、多分ヨネさんが結婚に、ああ、はい、言われてます。で、ははで終わりなんですね。うん、はい、そこはね、そこは触れないでいただきたい。まあお子さんがいるので、うん、お子さんはどれぐらいの中学生、高校生、大学生がいるので、まあ。一区切りとして見てた目標というのは、うん、成人したらっていう、うん、まあちょっとね、まあいろいろね、あのご家庭のこともありますからね。だけどまあね、向こうの親御さんじゃ、ね、同居されてる方もね、ありますからね、うん、やっぱりそのね、子供の面倒を見てもらったりとかしてる部分もあるし、やっぱり一緒に住んでるやね、情があるからこうバサッと言うわけにもいかないしね、うん、ちゃんと そちらあの見取りたいというちゃんとしないといけないですね、うん、まあ、そこはマーシーさんのね、またあのご家庭でいろいろかと思います。ありがとうございます。そっか、じゃあマーシーさんはじゃあ絶賛恋愛をしてるして、それもね、カントちゃん今忙しくて会えないの、寂しくて寂しくて、おこれはどういう反応したらいいのかな。今日もう誘ったんだけど、特に今の時期やっぱり卒業とかね、うんうん、そこら辺の関係もあったりとかするので、うん、その穴埋めとかもしなきゃいけない部分があって、そっか、まあ、なんかマーシーさんが続婚だっていうことだけは伝わりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、がんになってもそこで別れる、うん、別れないという話じゃなくて普通にサポートしてもらえたということですよね。はい、はい、ありがとうございます。では次に仕事のことというところで、うん、じゃあマーシーさん、先ほど介護のお仕事っておっしゃってましたけれども、はい、まあ、当時どうお休みになられたのか、会社をね、うん、どうお休みになられたのかっていうことと、今はどうされているのかっていうのことを含めて、ちょっとお仕事についてどうしたのかお伝えいただけますでしょうか。はい、はい、私は介護の仕事で特に歩いたりとか外で外出がとても難しい方の外出支援をしてたんですね。例えば透析患者さんの送り迎えでベッドツーベッドで、うんうん、やってたりとか、車椅子の方とか視覚障害の方とか、そういう方の割と福祉車両を使って、うん、車椅子のまま乗れる車とかを使って楽しいところに出かけるとか通院とかに付き添う仕事をしてたんですけども、うん、そのところが、まあ、その当時は透析患者さんの患者会でいて、そこで送迎をしてたので、でそこが母体になるこの病院が介護もします、うん、車も出しますっていうことに変わったんですよね。そしたら私たちのいる存在意義がなくなったので、え、今までは透析患者さんたちの患者会の、うん、まあ、お抱えのドライバーみたいな、そう、ドライバーとヘルパー、ドライバーとヘルパーだったのが、うんうん、その患者会さんが行っている病院が、うん、もうその病院もそのヘルパーとか送迎、うん、もしますよってことになったから、うんうん、そしたら私たちにすることなくなっちゃったのね。そうなりますよね、ね、うん、自動的に解散をすると、あれですよね、当時 NPO 法人に勤めてたんですよね、その介護系の、うんうんうん、解散だから設立趣旨みたいなとこあるでしょ。あります、そこに書いてあるメインのところがなくなっちゃったので、うん、だから多分その当時は2本立てて、やっぱ患者同士の親睦とかね、患者同士の情報交換っていう部分と、別に事業としてはそういう介護と送迎の部分があったので、こっちの部分がなくなってしまったので、 NPO 法人でいる必要はなくなって、任意団体の NPO っていうか患者会、そうそうそう、だけで済んじゃうわけ、うん、そうすると
ね、やっぱり雇用するお金とかも全部浮くしわけでしょ。で一応 役目が全部終わったと。解散。解散ということで。え、解散したらどうなるんですか、マーシーさん。ね。ね。そこをさ、ね、そこを NPO で活動している人たちはさ、うん、すごいんだよ。あ、分かった。じゃ あのその時辞めるってことを同意をするので、誰も反論なく、これからどうしてくれるんだって話は一切なく。え、何人ぐらい働いてたんですか。常勤は4、5人。4、5人、うん、いて、うん、もう病院が送迎するとかいろんなヘルプやるから、そうそうそう、解散ってなって5人はチリチリに、うん、そうそうそう、基本的にはそうなんだよね。一応解散宣言をしたので、うん、そしたらみんなは再就職とかどっか病院とか行くわけですか。それはおのおのがね探して。そこは NPO が持ってくれないです ね、見てくれないですね、そこの再雇用先までは。です。え、でマーシーさんの場合どうしたんですか。それがその罹患をする年の7月いっぱいで解散だったんで。罹患をする年、はい。ちょっと15年の15年7月。検診をした時点では。あ、もう解散決まってたんで、8月からはもうフリーっていうか。え？最後の健康診断みたいな。そう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 。最後の晩餐ならぬ。申し込んだ時点では そういう話なかったから。4月か5月にそれが決まったのね。そうなの。そうなのか。ただこれは今ある意味会社都合なので。ハローワークさんからは8ヶ月出たから、うん、それはちょっとラッキーだったかな。失業保険で、うん、そのまま、会社都合の場合はすぐもらえるんですよね。そうです。会社都合じゃなかったら数ヶ月またそう3ヶ月待って3ヶ月とかっていう形なんですよね、うん、あ、じゃあそのまま失業保険をすぐもらって、うん、けどもうこっからがんの闘病入りますもんね。そうそうそう、失業保険もらうとか言ってても。そう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 。え、じゃあもうそこからすぐあれですよね、転職活動とかっていうよりはもうがんの治療をしてなんだけど、うん、転職活動をしてない限りはハローワークくれないのね。ああ、そっか、月に1回は行かなあかんか。そうそう、だからもう入院が決まってるのに施設の送迎、施設に行って、説明会受けたりとかしてたのね、やむを得ず。なかなかハードっすね。そう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 、ね、一応すぐ働けますよ、すぐ働きますよっていう姿勢がないと失業保険出してくれないから。確かに、うん、え、その時胃がんって言うんですか。言えないっすよね、すぐ働けますよね。そう、ハローワークの人には言ったけどね。ああ、うん、その間はどうしたらいいですかってちゃんと相談をしとかないといけないから。確かに確かに、うん、じゃあその1ヶ月ごとのこう、ね、面談の機会があるのでその時に言って、じゃあその次回は退院したら連絡くださいみたいな感じでちょっと間を空けて、それもあとから支給は出ないけども次の時に遡って出してくれるみたいな、確かそんな制度だったと思います。うん、まあ、これはちゃんとね、社労士さんに確認になったり、ハローワークに確認してほしいところではありますけど、まあ、マーシーさんの場合は、まあ、じゃあ次行ってその前の月のもらえたと。はい、あ、そういう感じなんですね。で、三鷹の駅からハローワークまで750メートルあるんだけど、うん、退院して、ね、1回目の時は休憩入れました。まあ、そうでしょうね。休まないといけなかった。休んで、うん、いや、患者に行かせるの酷やな。今日行かないといけないですもんね。そうそう、いや、そんなん絶対こう考えてないでしょうね、ハローワークがもう、うん、はい、入院してたら就職活動できないっていうコメントもね、うん、来てますけども。え、じゃあそこでまあけどハローワークに行きます、うん、失業保険ももらいます、うん、で治療もします、うん、で今はどうしたんですか。今というかその後仕事、これがね、うん、してないんです。お、まだできないですね。
っていうのは、私の場合は食事をとるたんびに体の体調の変化が起こるんですよね。例えば、まず頻脈。頻脈、頻繁の脈。そう、ドキ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 っていうのがすごくなって、苦しくなってくるっていう部分。ご飯食べたら、これは血糖値が上がるとどうもこの頻脈が起きるというところで、以前私糖尿病があったので、以前糖尿病の薬でこう糖の吸収を遅らせる薬があるんですよ。でそれをだから吸収が悪いんで切ってたんですけども、それをちょっと残ってるやつちょっと飲んでみたら、頻脈がかなり抑えられたので、改めて糖尿の薬というよりはその頻脈を抑えるつもりで処方をお願いして、そうするとだいぶよく、以前よりはもう本当に、以前は食事をとるともう倒れて休まないとっていうぐらいの頻脈、もうドキドキドキ、実は昨日あたりもこう体がこう揺れるぐらいの頻脈があって、それはライブに行ってて、いやいやいやじゃなくてとあるライブに行ってての、わーって盛り上がったんじゃない、じゃなくて、もう体がもう、ただこれに関しては時間必ず解決してくれるので、その血糖値の乱高下は、そう時間が経てば治ってくる。そうです、必ず治ってくる、っていうことがあったりだとか、あと頻脈と、あとはやっぱりその最初に言ったこの透明なフラスコのあれ話、やっぱりこれがこのゲップが出にくい。最近はそのゲップが出にくい、今までゲップで出してたんで、だんだんなんかお尻からも出るようになったんですけどね。でもこれが意外とこうお尻から出るようにはなったんだけども、今度腸に溜まるのね。空気が、でこれが結構ね、お腹ね、おならでパンパンになると苦しいでしょ。あれが結構頻繁に、多分おならでパンパンになって苦しい経験した人あんまりいないと思う。あ、そう結構ね、眠れなかったりとかね。それで眠られへんねや、常にこう多分ね、腸にはペットボトル1本分ぐらいの空気がこうどっかに溜まってる感じ。これがビューッとね、上行結腸のあたりが急にブーッと膨らんできて、なんか焼き芋入ってんじゃねって思うぐらい膨らんで、出るときは分かるんですか。これがなんかね、ビューってなんか膨らんでくる。膨らんできて、そう、見た目で分かるぐらい膨らんでくる、でそろそろ出るなみたいな。これが、ね、また出ないんだから、ね、出ないんですか、でもうそういうことがしょっちゅうなので、こうあんまりこうマッサージすると意外と腸壁って、ね、薄くて弱いとかって聞くんで、あんまりそんなしょっちゅうね、こんなマッサージとかするわけにもいかないし、一応なんか体操しながらこんなになってやったりとかいろいろやって、なかなかねこれはもううまくいかないという、どういうタイミングで、けどそれはもう自分が意図しないタイミングでも下から出る感じですか、空気は。はい、これに関しては基本的には無味無臭、無臭なので、いやいや味はない、みんな味は基本的に匂いはないので。あ、そうなんですね。もうそこら中で音がしないように音がしないようにだけ気をつけて、そう、電車の中でも何でも。結構ペットボトル1本分でしょ、空気が。2リットルじゃないよ500のね、500のそうさーっと出しとくと。そうだから調子が良くなると1時間に20回のおならが出たりとか。そうなんですね。そう電車の中とか結構緊張しません？出ると思った時にちょっとなんか不自然に腰が浮いたりなんかするんだけどしてる時が。あとだからそのゲップの関係でやっぱり落ちていかないと、私の場合はこの溝落ちから5センチのところでつないであるので、この辺りで詰まると、この辺りで詰まるとやっぱり息苦しい感じがするね。実際に気管との分かれ目はなんかこの首の付け根ぐらいのところにあるらしいんだけども、実際はこの辺までなんかこう覆われちゃうと
なんか溺れそうな苦しさみたいなのがちょっと過呼吸したくなるようなちょっと感じがあって苦しいっていうのは、ね、意図的にこうねあの吐くような感じにするとゲップが出たりすることもある、うん、ものすごいうえーって汚いのが出してることもあります。まあ、そういう、まあ、あの後遺症というか、まあ、胃がないことによる後遺症で結構今仕事が、まあ、仕事してもなんかいろいろ仕事の話です。仕事しても結構あの、うん、そういったところがあるからちょっと遠慮してるっていう部分とかいろんなことあると思うんですけれども、うん、っていうことは今生活まあそうか次のちょっと、うん、はい、あコメントでね私は4月から仕事復帰ですっていう方もいらっしゃいます。おめでとうございます。ありがとうございます。非常に羨ましい、はい、あのそのちょっとお金保険のことというところに入っていっていいですか、うん、あのどうしようですか。あのちょっとそうですね、じゃあ闘病の時からいきましょう、はい、闘病の時に、うん、あのこのお金、はい、NPO 法人で払ってもらってましたあの給料ありました、うん、給料なくなります、はい、失業保険です、はい、そこからお金出すって感じですか、治療費ので。まあ基本的にはこれ見てもらって分かるようにそんなにいっぱい検査はしてないんですよね。で手術っていうところでここだけ月をまたいじゃってるので高額医療費のところがちょっと、うん、もったいないなって感じは後から思えばするんだけども、それよりもあの、ね、ちょっとこのカメラとかの時にやっぱり 1,2 ヶ月こう 3ヶ月ぐらいちょっと期間があったのでやっぱり早くなんとかしたいっていう方が先だったので、うんうん、ここはあんまり考えずに、うん、いました。それで、ね、ここら辺だってあの多分数万円の実際に入院してから手術終わって退院するまでで、うん、多分 10万円はかかってないかなと。ああじゃあ合計で20万円ぐらいではできた感じ、うん、そうですね20万15万円ぐらいで多分済んだんじゃないかなっていう感じは、あの自分が実際に支払った金額がね、支払った金額ね、うん、あの手術をね本当全額だったらね何そうそうそう100万200万いきますからね、うん、でここで多分3週間ちょっとあの入院してて、ここだけだからあの早く手術をしてなんとか楽になりたいっていう気持ちがねあったりしたので、あの個室の差額ベッド代が1日1万円ずつかかるっていうそこがだからあるんだけども、まあね1ヶ月入院しても3万円だからと思ってここのところは、うん、まあいいかなと納得して。あ了解です。え、うん、保険は入られてたんですか。保険は、うん、これねあのありがたいものでね、あの母親がそれこそはねお年玉をこう保険にかけてくれたみたいな感じがあって、うん、のでこうあの入院のこう日数分のところだけ50万ほどもらえたんで、あラッキー払った金額より、うん、と思ったんだけど、うん、思ったんだけど、はい、この後がねまさか2年半もっていうのは、そうなんですよね、うん、そういうとこですよね、うん、あとあのさっき言ったようにジーパンもねあのサイズがあるから全部買い直さないといけないしね、そう治療費だけじゃないんですよね、うん、ここがすごいかかったので、うん、そんなん入れたら全部合計でもう100万以上かかるます。どうなんですかね、あの、まあ、3ヶ月に1回の通院と、うん、まあ、あの自分のね糖尿病関係ので月1の通院が、まあ、ありますけど、うん、まあだいたい2年半を、まあ、生活費を考えたら、うん、ね、200じゃ200超えるでしょ。超えるって感じですね、うん、もうこれはね怖くて計算ができないっていうのがあって、もしかしたら300いってるかもしれないなっていう感じは、これえ今はどうやって生きてるんですか。はい、貯金があったのでマジで。そうなんですね。あとだからその失業保険が8ヶ月分、うんうん、7割出てたので、うん、それとその退職金もあったから、うん、
それはもう全部吹っ飛んじゃったと思うね、うんうんうん、じゃあ生活保護を受けてるってわけではないんですね今ないですよ。あ、貯金で、けど貯金だけだと今後ね、そろそろやばいじゃんっていうのはもう1年ぐらい思ってるけど、なんとかしないといけないというところを思っているマーシーさんの今この頃、今日この頃、うん、っていうところ、そう、だって 2年間で稼いだお金は7万円ぐらい5万円ぐらい確定申告行かなくていい値段なので楽は楽なんですけど、そうですね、なんとかね、うん、ちゃんとこう患者さんでもちゃんとこういう後遺症があっても仕事ができたりだとかね、うん、そういう世の中していかないといけないですよね、うん、ありがとうございます。じゃあ辛かった時と克服、うん、あの時体力的にと精神的に辛かった時、うん、どう克服しましたかというところなんですけど、辛いところね、うん、克服、うん、何ですかね、体力的にはやっぱ体重が下がったところですか、うん、体力的か体的にはそうですね、うん、これがんとは関係ないところで辛いのはあったんですけど、例えば、はい、一応診断としては五十肩っていうのがあって、うんうん、両腕が上がらなくなっちゃって、もうこんな腕組みなんてできなくなっちゃって、着たり脱いだりができなくなっちゃって、加齢でっていう話だったんだけども、もっとね言うとね、実はこう全身の筋肉があんまり伸びなくなっちゃって、うん、伸びなくなった、そう、はい、伸び縮みしなくなっちゃって、うんうん、お医者さんでこうレントゲンとか調べてみたんだけども、うんうん、一応異常なしって言われちゃったんで、もちょっとものすごい激痛が走る、うん、ちょっとねこれはね、うんうん、がんと関係ないからまあいろんなことありますよね。精神的に辛かった時、さっきね宣告の時は全然大丈夫だと、うん、そのお父様のこともあったので、うん、っていうこともあったけれども、まあちょっと辛い時期もその後遺症だったりだとか、そういうところであったと。やっぱりその頻脈とかね、うん、その部分が、うん、いつ来るかわからないし、定期的に来るとか、うん、ご飯食べたら絶対来るし、そういうところなんかお医者さんとかこう結構相談乗ってくれたりするんですか。これはね、黙っちゃったけどね、ね、ある意味お医者さんは特にこの胃がんっていうものはちょっとメジャーすぎるかなって気はするのね。ほう、病気として。ほう、メジャーすぎるというのは治し方が確立されてるわけでしょ、標準治療で。もうある意味この症状であればこういう治療をするとこういう最終的にこういう状態になるっていうとか、まあ、幅があるにしろそれが全部見えてる、見えすぎちゃってるかなって気がするの で多分こう、ね、お医者さんとか医療関係の人にはこう悪い言い方をしちゃうかもしれないけども、多分これもしかしたら皮膚科の先生でも眼科の先生でも胃がんって治せんじゃないかなっていう気はするのね。本読んだりとかね、例えば医学部なんかでも必ずこう標準的なものとしてこう捉えられてるのかなっていう。だから治療法が確立されてるから、この治療したらこういう状態までたどり着くっていうのは見えすぎてて、この間の区間に特に私みたいにこうステージが良かったりすると、もう経過観察で間を見てるだけで、その間どういう変化、細かい変化があって、どういう努力をしてるか、どういう辛いことに関して対応してるかっていうところを伝えるチャンスもない、私たちの方からもね。ので、そのだからそのゲップ関係と話とかっていうことを医療関係の人に話をすると、あ、なんかそんな今まで聞いたことがなかったとかっていうことで、その要するに、うん、
そういうところがこう医療側にこう伝わるチャンスがないかなっていう感じは。そうですね、確かにね。そう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 、だって絶対標準治療っていう形のある程度のモデルをやっていけば、ものすごいいい結果が見えてる。でこうね、治るチャンスっていうか、こうね、生存率とかもすごくいいっていうものが確立されすぎちゃってて、この間の間のところでどういう経過がたどってるかっていうところを、なんか後追いがないかなっていうのがちょっと思ったりはするのが、患者側からのこう、ね、偏見ですからちょっと私個人の意見ですけどね。まあ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 、けど、まあ、そメジャーになりすぎてるからこそ、あ、またこれね、あとまたあれねっていうなっちゃってる可能性はありますよね。なんか聞かなくても分かりますよっていうのちょっと姿勢が見えちゃうことが、うん、あるほど、うん、けどそれを克服って言うと、マーシーさん的にはどうしました？自分で調べてとか、うーん、誰かに相談してとか。いや、克服できてないから今まだ苦しんでるかなっていう。まあその頻脈に対してはその薬が効くっていうのが分かったんで、うん、いいんですけど、うん、はい。あとコメントでね、まあ、体調が休め悪い時は休めるとか、柔軟な職場があればいいなっていうことだったりとか、あと、僕は血液がんなのですが、うん、同じように腕が上がらなくなることがありました、うん、腕を後ろに回してボタンを止めたり、腕を伸ばして高いものを取れなくなったりしましたと、うんうんうん、そういうのもね、つり革も出なかったしね、うんうん、体力的にそう下がったってあったじゃないですか、はい、あのハローワーク行くまでにも休まないといけないとか、はい、そこら辺は体力的には戻りました？なんか今体重戻したりだとか、そういったところとかして。体重は今ね56キロ。6キロ、うん、でなんか体その体力を戻すために何かされたりしました？してないんだよね。はい、してないみたいです。うん、まあね、いろいろ、はい。筋力の低下、運動不足かなと思っていたのですが、後遺症の一つとしてあることなのですかね。うん、ってコメントは。やっぱり落ちちゃった筋肉は戻らないかなっていう気はしますね。まあ、逆にね、患者の人でその元を取り戻すためにマラソンとかね、うん、結構される人もいらっしゃいますもんね、うんうん、それがそのだから筋肉が痛いっていう部分でちょっとできなかった。あ、そっか、筋肉が痛いって言ってましたよね。ありがとうございます。その中でその先ほどのちょっとつながるかもしれないですけど、後遺症のことというところで、うんうん、マーシーさんの後遺症他にありますか？後遺症はね、さっき息と一緒に食べちゃう、 あと頻脈、うん、ちょっとやっぱりその喉に詰まりはやっぱ食べ方、うん、とにかく食べ方は結構気をつけます。すごく気を使ってんだけども、今普通に食べれるんですか？全部何も1人前弱ぐらい。1人前弱を、うん、それ食べれないものとかあるんですか？あ、食べれないものはいっぱい。え、それは胃がん患者だから、それマーシーさんだから、基本的には消化の悪いものは食べない。食べない、食べれないっていうよりは食べない。食べない。うん、例えば。例えばだからタケノコ。タケノコ。あとピンポイントな。こんにゃく、海藻類、イカタコ、キノコは、まあ、基本的に消化が悪くて、まあ、吸収が悪いもの。まあ食べれないじゃなくて、食べないって言ったのは。まあ、腸閉塞になりやすい素材なんだけど、そこら辺はなんだけども、私の場合はなんていうのかな、要するに栄養が取れないわけです。で、栄養にならないものは食べてもしょうがない。私の場合は要するに入る量が決まってるんですよね。あ、だからその入る量を、入る量をいかにこう効率的に食べるか。へえ。これは自分の腸次第、私の腸にはこれが合うみたいな多分あるのかもしれないけども。あ、そうなんですか、うん、ただ絶対食べないわけじゃなくて、うん、やっぱりキノコ類には特別なやっぱりね、酵素があるわけでしょ、いい酵素が。だから全然食べないわけじゃないんだけども、食べてもそれは基本的には栄養
まあいろいろね、体作りの栄養もならない、栄養がそうそうならないのでなるべく食べないようです。でイカダコは逆にもう全然吸収にも何にもならないと思うので、まあそれはマーシーさんの場合はそうやってるっていうことですよね。普通に食べたいものを食べてる人もいれば、うん、そう、あの全摘じゃなければ多分いける人も多分多いと思います。そっか、全摘やからそういうのも考えなかったのか、うん、ありがとうございます。ちなみに後遺症としては、うん、まああと3年ぐらい経つと、うん、あと3年経つと、うん、ビタミン B12 っていうものがなく、ああそうや、なくなる、点滴せなあかんとか、そうだ、なんか注射だからなんか注射とか、うん、ビタミン D12 って何ですか。はい、胃液がないと吸収されない栄養素で、これがなくなると指先のとかあのこういう筋、ね、筋繊維とかにちょっと障害が出やすいっていうことで、多分それが持ってる、今持ってるものは多分あの健康な状態から5年ぐらい持つらしいんだけども、その後はもう取れなくなっちゃうので、だからここら辺がだから全摘と少し残した人の大きな違い。うん、あれは鉄分も、じゃ鉄分は大丈夫なんですね。あ、ごめんなさい。そうっていうのは歴代ゲストの、うん、高橋和也さんが胃がん患者で、うん、であの摘出して、うん、自分はその鉄分も入れないといけないっていう話だったので、うん、それもあるのかなと思ったんですけど、それは違うのか。ビタミン B12 は確実に取れないっていうのは分かってるんで、多分あとはだからその取れてるあの血液検査次第かな。次第か。へえ、そっか、胃がないと取れない栄養素もあるのね、やっぱ。そっか、それが後遺症か。ありがとうございます。じゃあ、はい、反省失敗、あの時こうしておけばよかったなということ。ねえ、うん、特にないかな。うん、本当ですか。まあなんかできればもうちょっとね、あの体力つけたかったかなっていうのは。あるけどね、うん、やっぱ落ちた筋肉は戻らないっていうのはこう痛切に感じるんで、まあ、もっと運動しておけばよかったと。うん、だからその、なんだっけ、アミノ酸系のものをもっといっぱい取ってみるとかっていうのが、ね、それ絶対普通は普段考えないですよね、うん、病気にならないと。だって美味しくないかったんだもん、 最初に口にしたものがね、これは続かないなと思ったんで。ありがとうございます。まあ、じゃあ特に反省、あの時こうしておけばよかったなっていうのは、うん、マーシーさんの場合は大丈夫だったということで、うん、はい、じゃああと2つ3つの質問に行きたいと思います。はい、医療従事者に感謝予防、要望についてはね、さっきおっしゃっていただきましたもんね、うんうんうん、あのそのメジャーながんだからこそ、そうですね、うん、こうやっぱりあの、うんうん、だけれどもその手術とその経過観察の間とかにはちゃんとフォローしてほしいと。そうそうそう、この中にいっぱいドラマが詰まってんだよっていうところが伝わるといいかな、うん、ちょっと思ったりはしました。うん、他に要望あります？いや、それが一番、うん、じゃあ感謝、逆に感謝すること。感謝はね、私あの歯医者に通ってたんですよ、その罹患した時、うん、っていうことで、お医者さん、歯医者さんに相談して、まあ、とりあえず痛くないところまで、なくなるところまで、あの治療の一段落するところまで、あの突貫作業でやってくれたので、もう時間外とかでもどんどん予約入れてくれたので、だからあのものすごい高熱が出たりなんかしてる時でも全く歯がうずいたりとかってこともなかったので、そうですよね、うん、これはやっぱお医者さん、医療関係の方たちがあの事前にね、あのこの人怪しいなと思ったらそういうことをちょっとおっしゃっていただくと非常にいいかなと思います。そう、結構ね、あの歯って大事ですからね、うん、あの治療前にやっぱ歯医者行ってあの虫歯直しとくとか、その親知らずだったりとか、うん、いろんなその対応しておくっていうのはすごい、抗がん剤とかいろんな治療とかしたら絶対免疫力下がって、うん、そこがめっ歯が痛くて寝れないとかめっちゃありますもんね。そうだから歯は大切。そういうところなんかやっといてくれると、うん、今度からドラマ大切にしたいと思いました。ありがとうございます。はい、あとね、うん、もう一個、私ね糖尿病があるって言ったんで、まあ、実際に治療が始まるまでの期間が、まあ、1ヶ月とか、うん、結構まとまってあったので、
血糖値下げておくようにっていうことを指示が例えばあれば、もうちょっと糖尿病 の、 指針となる、A1C っていう、こうある数字があるんですよ。その部分をもうちょっと下げられたんですね、私の場合。普段から暴飲暴食をしてたのでそれがずっと続いてたんですけど、そこを下げるチャンスがもうちょっとあったと。でこれがちょっと高いと横が悪いので、実際手術を延期するっていうケースもあるらしいんで、そこのところもちょっと伝えてくれたら嬉しかったかなっていうふうには。そっか、そう、マーシーさんの場合は延期しなかったりするんだけれども、することがあるってことですよね、普通に。予後の、ね、感染症とか考えると、そう、確かにな、それはやっぱ自分の、そうだってタバコ吸ってる人もね、肺がんになったらそのまんますぐさせてもらえなかったりしますからね。ちゃんとタバコをやめて何ヶ月しないととかっていうのも、そういうのもあったりするらしいです。ちゃんとそれは先生に聞いておくと。はい、ありがとうございます。キャンサーギフト、はい、キャンサーギフト、ね、マーシーさんのキャンサーギフト、これがね、はい、よくわからないんだけど、ね、よくわからない、キャンサーギフトってね、がんになって、失われたことはいっぱいありますけれども、まあ、何かがんになって得たこと、得たものっていったら何でしょうというような質問にはなるんですけれども、一つは、今日ね、ヘビーメタルが好きで、ちょっとライブ、この人たちこういうライブに行ってきて、これは、まあ、なんていうやつ、ライオットっていう、暴動まあこういうバンドが、日本訳するとね、まあ、日本訳すると暴動、ライブに行ってきて、まあ、たまたまサイン会に当たったので、で私がサバイバーだって伝えたら、コングラチュレーションって言ってくれたんですよ。おお、話聞いたことあるでしょ、欧米では特別な体験をした方をリスペクトして尊敬とかね、そういうあれをして、コングラチュレーションって言ってくれるっていうのは、あ、本当だったすごく、とても本当なんですね、これはとてもいい経験だったかなって、そうなんですよね、欧米に行ったら自分がガンです、ガンサバイバーなんですって言われたら、本当にみんながコングラチュレーションって言って、じゃあ頑張っていこうぜみたいな感じですごく、ハグしてくれたりとかっていう話を聞いたら、ね、あ、これだこれだしてくれるんですけどね、日本だと大丈夫みたいになりますもんね。そうそうそう、ちょっと引かれちゃったりするかもしれない。それがね、まだね、日本の中でもちょっとがんに対するイメージとか、いろんなことの違いかなっていうのはあったりとかします。はい、あとそれとね、一番最初に言ったようにこう利用者さんね、ちょっと弱い立場の人たちの方に歩み寄れたのは、すごく私にとっては宝物かなっていう感じはします。そうですね。利用者側さんの立場に立ったということですね。ありがとうございます。はい、夢。夢。そんなに大したものはないんだけども。いや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 。普段から思っていることはとしては、やっぱりがんに対するイメージが変わってほしいなって。やっぱりすぐ死とかっていうことが頭に浮かぶと思うんですけども、そうじゃなくてね。こう私がこう父親を見て、その成功例を見て、なんか感じたものを誰かにもこう感じてほしいなっていうので、だからね、今日こうがんの塔みたいなところに来て、そんなに死とかってイメージないでしょね、そう、すぐそこにはつながらないし、いっぱい考える時間はあるし、そこら辺ちょっとイメージを変えたいなっていうのはずっと思ってます。がんに対するイメージを変えていくということですよね。まあ、もちろんね、6割以上の方は今は治ると言われてますけれども、まあ、その3割4割の方はまだお亡くなりにもなるっていう事実も踏まえて、まあ、ただ死というイメージがすごく先行してますからね。そうじゃない人たちも、でも、ね、そこに行っちゃうにしても、結構時間はたっぷり、そうですね、意外とある、そう、交通事故とかじゃないですかね、
すぐぽっくり行ってしまうっていうよりは、何年もしくは何ヶ月とか早くてあっという間っていう人もいるけども、それは本当に一部の方で、うん、結構時間はあるので、うん、その時にいろんなことも考えれますしね。はい、そういうあのガウンのイメージを変えていきたいという夢でした、うん、はいはい、温かい話に涙っていう気がしますね。その上の コメントの上が暴動なんですけどね。はい、じゃあ最後、今闘病中のあなたへというコメントを、はい、書いてきていただいてますので、あ、じゃあ二カメさんの方にぜひお願いします。にって書いてないけど。こんな感じでいい。はい、また会いましょう。これは、ね、実際にこうインターネットでつながった方たちにまたっていう言い方は変だけども、うん、これは私が罹患をした時にいただいた言葉です。罹患をした2日後に、初めて会った人にいただいた言葉。これただね、あの挨拶の時にまた会いましょうねって言われただけなんだけども、うん、あの家に帰る時にね、これ会えない人もいるんだなって、会いたい人にもう一回会えるかどうかっていうのは非常に思うので、そこに対してなんかいろいろ、実際に入院中ほぼ毎日数回、5回とか10回とかやっぱり呪文を唱えるようにして、また会いましょう、あの人に会うんだっていうことをこう思って、いました、うん、なので私にとっては非常に大切な言葉なので、ぜひあのこれ見てる皆さんも誰かにまた会いましょうって言っちゃってください。そしたらあなたとその方との間で約束ができると思います。そしたらその約束を果たそうと思う力が何かにこう変わって、何かいい方向に向かっていくんじゃないかなと思います。ので、あのぜひまた会いましょうで、あのぜひこのガンノートに出てみようっていうのも一つありかなと。出られなくてもやっぱりこのガンノートこの、ね、放送してるこの場、このスタジオのに来てみようと思うことも一つ自分なりのこう約束で、あの 誰かに言わなくてもいいんですけど、自分でだけの心の中でもこう決めて、うん、なんかそれを実際にね会った人に言わなくてもいいですから、自分だけの約束でも心の中に秘めた約束でもいいから、なんかそういうことをするとだいぶ違うかなと思いますので、うん、はい、ありがとうございます。このまた会いましょうという言葉ですね、うん、私は普段何気なく使っているけれども、そういう話を聞いたらすごく深い言葉ですね、うん、普通に言ってるけど、あ、それ普通じゃないんだというか、そうまた会えないタイミングっていうのがすごくあるんだというのを確かに思いますよね、うんうん、あ、入院してたらなおさら思うと思いますわ、うん、確かに、はい、なんかすごい、はい、コメントもね、はい、かしこまりました、また会いましょう、はい、いい言葉ですね、はい、約束になる、いいですね、うん、また会う日までと、はい、いうこともいただいてという、あのまた会いましょうという言葉で締めくくらせていただければと思います、はい、それでは、次回予告に行きたいと思うんですけれども、はい、次回予告はですね、次は4月15日の日曜日13時から、また、ここ国立がん研究センターの中央病院19階の、レストランマハナにて、実施いたします。まあ、もうオープンな、会場なので、どんどん皆さんも来ていただければなと思います。で、次こそ急性骨髄性白血病の、三井さんを、お呼びして実施できればなと思っております、はい、また、こういったガンノートの放送はですね、皆さんのご寄付によって成り立っておりますので、ぜひ、ご支援も含めてご検討いただければなということを思っております。で、はい、でまたこの、放送はですね、企業協賛の、リフォームマイスター周南ペイントマイスター山口を運営されております、山口県の、傍聴コム様、そして、生き力を作るのアフラック様、そして、世界的なあのグローバル企業の、IBM 様にもご支援いただいております。ありがとうございます。
といった形でですね、今日のがんノートを締めていきたいと思うんですけれども、はい、さらに1個告知があるんですよね。はい、今日私が着ているこの T シャツ、まあ、ドヤフェスなんじゃこりゃって多分思われると思いますけれども、やっぱりがん友達のまっちゃきさんという方が、8年間で9回再発をされた方が、やっぱりガンノートね、歴代ゲストでもありますからね、まっちゃきさんは、うん、ここで喋った方です。まあ、はい、ちょっとこれをぜひ、はい、ドヤ、はい、ドヤフェス、はいはい、ドヤフェスこんな感じ、はい、ドヤフェスをちょっと説明してもらっていいですか、はい、こんな感じって言われても全く、ね、がんの人とこれからがんになるかもしれない人、よくよく考えたらこれって全員そうじゃんと思ったりなんかしたんだけども、やっぱりがんの啓発ということでこのまっちゃきさんというこの、うん、頭にちょっとかぶった方が、ちょっとまあ音楽関係のイベントで右側の人ですかね、うん、画面、はい、うん、の人が人が、まあ、これからがん啓発ということで、始めたイベントです。で、まあ、がんにな、罹患したってこう告知を受けたらもうすぐ仕事を辞めるなよとかね、結構保険に入っとけよとかっていう、まあ、そういう啓発をイベントなんですけども、堅苦しくなくてね、実際はこうみんなでこうライブ会場に行って音楽聴きながらわーって騒いでこうやって拳を上げてわーとかって拍手したりとか一緒に歌ったりとかするようなイベントなんで、ぜひなんか機会があれば皆さんご参加いただきたいなと思います。はい、でインターネットでねカタカナでドヤフェスって調べると多分出てくると思うので、はい、よろしくお願いします。俺の誕生日だっていうコメントがね、 おめでとう、っていうコメントがあるんですよ、はい、僕じゃないですからね、はい、っていうコメントがいただいて、でその、はい、まあ、ドヤフェス4月29日日曜日にありますので、はい、なのでガンノートの放送もですね、実は日曜日、本当は日曜日なんですけれどもドヤフェスがあるので1個ずらします。はい、この4月のねこの日は確か次の次は30日にしようかと思っておりますので、ぜひ皆さんドヤフェスに行っていただけたらなということを思います。はい、そう、さっきも言ってね、約束とかっていうところで言ったように、うん、ちょっとね、病気ばっかりこう頭にあるだけじゃなくてね、こう退院したらちょっとこういうとこ行ってみようかなっていう、うん、はい、そういうチャンスでも来ていただけるとありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。東京のどちらであるんですかね、これは場所は。これ新宿です。新宿であるということでした。はい、ありがとうございます。そしてちょっとお時間ください。はい、私に時間をください。もう90分ぐらい上げてるんでいいですかね、もうもう閉めてはい、なんすか、歌を歌います。でも全く視聴者の方たち全くわけ分かってないと思う会場の人も含めて、はい、ちょっと説明していただいてもいいでしょうか。こういうがんノートとかに来て、うんうん、私が感じたことを、はい、なんかいろいろがんになった人たちの気持ちをこうちょっと私のフィルターを通して、歌にしてみましたので、ちょっと聞いてみてください。これはじゃあ誰に捧げる感じですか。誰ということはないんですけどね、私のフィルターを通した患者の気持ちっていうことで、はい、ちょっとぜひいいですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。それ大事、これそのままに来た。ただの可能だってラッキー。薬を飲んで
しいななんで悪いものじゃないって言ってたねなのに今になってめったにないからって珍しすぎて治療法が見えないマジかえこれからどうなるのって不安さでも治ってみせるさ絶対元気になるよ諦めないよでも初めて聞いた病名さ難しい言葉じゃわかんねえよいい患者を演じたりわかったふりして悩んでる優しい言葉にイラついて心細くてもどかしい無理して強がって見たけれど本当は眠れない毎日さ ありがとうございました。ありがとうございました。肘がぶつかっていけ。どうでした？今日、はい、なんか恥ずかしながら初めて人前で歌ってみまして。まあこういうチャレンジもね、はい、すごい。患者の気持ちを、うん、あくまで私ねフィルターを通しただけなんで。まあ、元々の歌詞をね、うんまあ、先週あのティッシーさんと一緒に行ったちょっとね10周年の あ,、うん、あそこでちょっと違うぞって歴代ゲストのね箕輪めぐみさん の,、うん、あのがんになってから10周年の記念のイベントに参加させてもらった時に、うんうん、その時にやっぱりちょっと歌詞を変えなくちゃダメだこれは嘘だったと思って変えたんでうまくいかなかったですけど、まあ、いや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 、ちなみにどこをどう変えたんですか？元気になりたい、諦めないの歌詞を入れました。を入れたということですね、はい、諦めないぞという言葉をいただいて、はい、ありがとうございます。みんなあの画面の人たちもパチパチパチといただいてます。今日めっちゃ汗かいてる。今日一日どうでした？疲れた。疲れはい、疲れたとのことを一言いただきましたので今日のがんの音を終了していきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。